41.107 は1995年にマルティネスが記録した指名打者の最高数値。ドジャース421ナショナルズ、日時間24日、ワシントン DC ドジャース、大谷翔平投手は23日、日時間24日、敵地、ナショナルズ戦の9回に2戦、連発6号ソロを放った。4打数1安打1四球1打点で7試合連続安打、21試合連続出塁をマーク。6部門でメジャートップになっている。大谷のバットから快音が止まらない。9回先頭で迎えた第5打席。バーンズの甘く入ったスプリットを思い切り振り抜くと、打球は2階席に一直線。打球速度 118.7 マイル、約191キロは自己最速だった。最終打席のホームランで打率364とし、両リーグトップをキープした。さらに、36安打、11二塁打、長打率、677、67塁打も1位。また、オプスも同僚のムーキー・ベッツ内野手を抜き、1.107 でメジャー1位に躍り出た。この数字は、1995年に、エドガー・マルティネスが記録した指名打者の最高数値でもある。今季、顕著なのが三振数の減少だ。昨季は497打席で143、三振で 3.48 打席に1個のペースなのに対し、今季はここまで99打席で20個と 4.95 打席に1個のペースとなっている。開幕から8戦、ノーアーチと苦しんだこともあったが、角度が1、2度上がるかによって、ホームランになるかどうかは変わりますけど、その代わり、打率が上がったりとか、コンタクト率が上がったりとかはあると思うのでと成長を実感していた。フレディ・フリーマン内野手が後ろを打つことにより、勝負を避けられる場面が減った。最強打線の一角に入った7億ドル、約1082億円男のダボが手に負えなくなってきた。河村コタ、古代河村、